西町インターナショナルスクールは東京都港区にあるインターナショナルスクール。1949年に松方種子によって設立され、現在はワスク認定校、CIS 認定校となっている。男女共学であり5歳から15歳までの生徒を受け入れている。学校の教育理念は国際的な視野を与え人間性の豊かな育成を通して、 人間相互の違いと多様性を受け入れる精神を育てること。群馬県気流市にある黒骨中学校と黒骨小学校との交流事業があり、運動会、餅つき大会などに招待し、また、小学校から中学校にかけてホームステイ交流も行っている。敷地内にある松方ハウスは、もともとは松宝星熊の邸宅であった。ウィリアム・メレル・ボーリズにより設計され、 1921年に竹中公務店によって建設された。太平洋戦争に伴い松方家が疎開することになったため、邸宅は在日本スウェーデン大使館に貸し出されることになった。その後、様々な国の在外交換などとして転用された後、松方家に返却された。聖熊の娘である松方とネが、 西町インターナショナルスクールを設立したことから教室などとして転用された。2000年に東京都選定歴史的建造物に選定された。麻布探検後歴史建築物西町インターナショナルスクール松方ハウスを見つけた。ありがとうございます。